はい。よろしくお願いします。みなちんでございます。というわけで皆さん、こう膝を曲げる。やっぱりね、膝を曲げましょうって言われること多いと思いますし、まあ、実際、ね、こうトッププロの、ね、映像なんかを見てても、膝ってすごく曲がってると思うんですけど、じゃどれぐらい曲げればいいのかな、みたいな。 えー、ところですね、えー、今日はそのあたりの動きのところを、えー、川越トレーナーと一緒にご紹介したいと思いますポイントとしては、えー、動画の中でも言ってますけど、えー、実際こう地面を蹴るような動きですね体をこう伸ばすような蹴り戻しの動きでボールにパワーを伝えるための、えー、膝の曲げ具合という形です、はい、低いところのボールを膝を曲げて取るっていうのとは、えー、ちょっと違うところですね今日はこう、えー、スピードをに出すための膝の使い方というところで、えー、ご紹介していますので是非最後までご覧ください このチャンネルではこういう感じでこ <coughs> このチャンネルでではうういう感じで元関西を手テニス,スクールでジュニア育成部門のヘッドコーチだった私が全国トップレベルのジュニアからローラー一般のテニスプレイヤーの方までたくさん指導させていただいた経験を生かしてあこれやったらちょっと明日もテニスしてみようかなと思ってもらえるような動画作り目指していますので気に入っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますでは行ってみましょうどうぞよろしくお願いしますということで大好評の、はい、素振りシリーズ、はい、えーやろうかと思うんですけど今日ちょっと聞きたいのは、はい、あのー 膝をねやっぱ曲げろ曲げろって昔ほど言われなくなったとしても、えー、なったりしてもやっぱりこう,こ,こ,のこう曲げる動きっていうのは必要で、うんえー、今日はこの動きのところをちょっと知りたいんですけど、はい、メインとしてはその低いボールを打つから、うんえー、姿勢を低くするっていうよりは、はい、やっぱりスイングスピードにつながるこの蹴りの部分ですよね、うん、この時にやっぱどんぐらい曲げたらいいのか。はいはい プロの連続写真ととかかだすすごいい曲がってるじゃなであれぐらい必要なのかその曲げるときに対してもどういう曲げ方があるのかみたいなところこういうトレーニングしたらいいですよみたいなのも踏まえてちょっと聞きたいと思うんでわかりまましししたよろくお願いすじゃあ地面に対して低くなるためじゃなくて地面を蹴るためっていうことですよね。でしたら結論から言うと深く曲げれば曲げるほどいいっていうことはないです。 筋肉ってゴムに例えられることが結構多いと思うんですけどゴムだったら伸ばせば伸ばすほど離した時にピュッと張力が大きくなって飛んでいったりパワーが生まれるじゃないですか、はい、筋肉はそれとちょっと違うんで、はい、ある程度伸びてた方が聴力上がってそれが縮んだ時のパワーっていうのは上がるんですけど、うん、伸びすぎてしまうと逆に縮もうとした時のパワーが下がってしまうんですよ。うん そうなんですよ筋肉って自分の意思で動かしてるんで例えばう膝曲げていただいてひグぐっと曲げてそこで力抜いてくださいって言って勝手にビョンって飛んでいったりしないじゃないですかこの筋肉伸びてるんで自分で随意運動で自分の意思で縮めてるんでゴムは結構特性がそもそも違うんで伸ばせば伸ばすほどいいとかだから地面蹴る時にも伸ばせば伸ばすほどパワーが溜まって。 それをはず、えー、解放したときに、うん、それを収縮したときに地面を蹴るパワーが大を生むということはないんですよ。だから、えー、そこがすごく大事だと思うので、うん、どれぐらいのこの伸び具合が一番こう地面を蹴るパワーを生むために大事なのかっていうところが、うん、適度な曲げ曲げ具合というのがあるってことですね。うん、あると思います。なるほど。はい、だからあんまりこう強いボールを打ったろう思って、うん、こう折るみたいな感じでやっても。<laughs> はい これ無理ですもんね今もうこの時点で伸び上がれないですもんねっいうことですねそういうことですあのわかりやすいのはジャンプをしてもらったらわかりやすいと思うんですけど連続で三回できるだけ高くジャンプしてもらっていいですか足はこれぐらいで足幅はで飛ぶ一二あ連続であ連続でねはいはい一二三 ときと、じゃあ今度、うん、もうちょっと浅く、はい、これぐらいでしてもらっていいですか、今の2分の1ぐらいで分の1ぐらいね、はい、あこの曲げ具合、ねはい、せーの、1、2、3、はい、じゃあ次、もっと深く、なるほどな、さっきよりもさらに 1>,、はい、1回目やってるんでらにれどで,できるだけ深くして、はい、せーの、1、2、3。 深く曲げると結構やりにくくないですか。やりにくいです、はい。っていうところやってる感はあるけど、伸びて, <laughs> てる感が全然ないですね。そうですよね。うん、だからあの筋肉って伸びれば伸びるほどパワーが生まれるっていうわけではないんで、ね、なるほどまああの。 地面を蹴るため低くなるんだったらしっかりこう伸ばすっていうのも価値があると思うんですけど地面をしっかり蹴るためだったら今のジャンプでやったようにえあんまりこう深く下げすぎるとパワーが逆に死んじゃうんで適度な伸び具合があるっていうところですね。膝をどこまで曲げればいいいかっていうのは そのここなんですよ人によってどれぐらいの,この屈曲角度筋肉の伸ばされ具合がパワーを生み出しやすいのかっていうのは結構異なるので、うん、それを自分で実験する方法として手軽なのが体をしっかりウォーミングアップした後に連続で3回とかジャンプしてみる、うん、または単発で1発こう大きくビョーンって飛ぶっていうのをやる時にどれぐらいの深さやったらこう一番飛びやすいのかな。か汗すぎても あんまり飛べないですなし深すぎるともうこの辺まで持ってくるので結構パワーを使っちゃってここか、うん、地面を蹴って飛び上がる、うん、地面を蹴るためのパワーはもう残ってない状態なんで、うん、だからこの。 地面を蹴るためのどのぐらい曲げたらいいのかっていうのは実際ジャンプの動作を行って自分で確認作業を何回かしてみると今はすごい自分でこうやった感想をカーゴイトランに言ってる時に気づいたんですけど一番深く曲げた時は頑張ってる感はすごくあったのに、うん、飛べてる感がなかったんですあれでもテニスも一緒かなみたいな感じに思いましたねうん、うん、ちょっとこう頑張ってこうグッと曲げてるからそのままこれが加速につながるかっていうと、うん、おそらくつながるのしんどくて、うん、僕の場合は。 番番目ににったやつが一番テニスに近いかなと思いまなぜかというとこう踏ん張る時の負荷がすごい少ないで加速しやすいうん、うん、軽い方が加速しやすいじゃないですか、はい、で加速しやすいっていうのと踏ん張る力が少ないんで、うん、フットワークの中で使いいいやすいなと思いました 2>, 2番目の曲げ方が一番うん、うん、2番目ってちょっと軽めの軽めの曲げですねうん、うん、だからこうやっぱテニスってこういきながらこう入れないといけないんで。はい 一番目の一番こ自分が何も言われなくてやったぐらいの曲げだとちょっと動きが入った時に若干ストレスかかるかなっていう気がしたんでその辺を自分でこうジャンプしながらね掴むと。ジャンプしながらとあとおっしゃったみたいに実際に動作の中で伸ばせば伸ばすほどいいんじゃないっていうことを理解した上でえどのどぐらいの屈曲角度が一番地面を踏めてる感が出るのかっていうのを 自分で考えながらちょっと意識しながら動いてみるっていうのが大事かなと思います。あとトレーニングとかスクワットとかする時もは結構ゆっくりこうやるんでこの地面を。 瞬間的的にに爆発ななパワーををんんでで地面をドーンって蹴るみたいい意識はしにくいと思うんですようです、ね、だからゆっくりの動きだけじゃなくてトレーニングの時にもテニスされる方で地面をしっかり蹴るパワーを上げたいっていう方は、うん、ジャンプ系のこうトレーニングをしていただいたらいいと思うんですけど、うん、まあその中で前あのここでお話しさせていただいたパワーポジションを意識しながら、うんえー、こうなってジャンプするじゃなくて 股関節を折って背中しっかり、えー、脊柱起立筋はじめ背面の筋肉を入れてこの状態からジャンプしてこういう動作がしっかり行えるかっていうのをトレーニングの中で何回かやってみるといいかもしれません。いではまとめるとこのストロークの時のこのこのどんぐらい曲げれば地面一番蹴る時にこう出力が出ますかっていうのは、うん、自分でこう3種類ぐらいジャンプをしてみてこの曲げる深さを。 いろいろやってみて、えー、自分の中で一番こうスムーズに曲げ伸ばし、はい、3回やって曲げ伸ばしできるぐらいのまあ深さを選べばいいといとうそうそです、まあ、実際のテニスの動作になると、うんうん、ジャンプの時の一番飛びやすい膝の屈曲角度とちょっと違う感じになるかもしれないですけど3つのジャンプをやっていただいたのは。うん どれだけ何度がいいとかっていうことを実感するためじゃなくて伸ばせば伸ばすほど筋肉を、ね、そパワーを生み出せるわけじゃないっていうことがまず大事な一つで、えー、低く、うん 体を低くするためだったらもちろん曲げた方が曲げれば曲げるほど低くなると思うんですけど今日は地面を蹴るパワーをっていうことなんでジャンプの時に実感していただいたと,と同じようにここを曲げれば曲げるほどパワーが生まれるかっていうとそうじゃないそれを意識した中でテニスの中でもこう動いてあげるとえ自分の体の中の感覚にちょっと敏感になりやすいんじゃないかなと思いますそこが一番ですね。曲曲曲げげげればばばばるほほどど膝ををてここの筋肉をこうビヨーンと伸ばせば伸せばすほど 強い力が出るかっていうと、うんえー、そうでもないから自分にとって一番まあ最適な場所みたいなのを探していきましょうってこう深,す深すぎが正解じゃないですよってことですね。そうですね、まあ、バネとはちょっとバネともゴムとも違うんで、うん、筋肉っていうのは。うんうん、それを理解しながらこう動くと、うんうん パワ,ーをパワーが出てないじゃあもっと膝を深く曲げようとかっていうようなそういった誤解につながらなくて済むんじゃないかなと思うジャンプはそれを意識あくまで意識するためのトレーニングとして今日やっていただいたただ感じですあれはあの膝の角度一番飛びやすかった角度でテニスの時も膝を折ってくださいっていうわけではないです、はい、そうですよね力が出ないときに下半身もこうできるだけ深く曲げて。 しっかり回って蹴り戻したらもっとフォアハンド強くなっちゃうかなと思うけど、まあながちそうではないってことですね。はい、それよりはこうちゃんとその後のこう蹴って上半身の動きのこう連動に繋がって行ったりとか、うん、え自分の中でこうさっきのジャンプの中でやったこうスムーズな加速が生まれるところですよね。うん、こう曲げたら曲げた分だけ跳ね返りがあったわけじゃないので、うん、自分にとって一番こうスイングスピードにこう乗る。 こう曲げ具合っていうのを探しながらやるのががいいと僕は結構ね,ね軽めが合ってましたね,ねやっぱり、はい、やっぱりあの軽めぐらいが自分でやって2番目のやつが一番合ってて、うん、あれだとこうフットワークの動きの中でこうキュッと曲げる分にもうちょうど合うかなって、はい、あれ以上深いとフットワークが入った時に今度一瞬こう構える時にこううーんってなるんで、うん、その分打点がちょっと多分いいと落ちてしまってせっかく。 膝曲がってパワー作れてるやつが全部こう上のスピンに逃げてしまうような気がしたではい、はい、まあここはちょっとこうテニスよりの考えですけどね。わ、はいうん、かりました。はい、ゴムはあ筋肉は伸ばせば伸ばすほど効果が出るわけじゃないと。そうですね。ゴムともバネとも違う。ゴムともバネとも違う。あのあと必須。えー そのパワーが出ないっていう時にこの膝の屈曲角度に原因を求めてしまうとよりこれをおろうおろうとしてしまって膝への負担が増えて膝の損傷の怪我のリスクの上昇とかにつながってしまうと思うんでそこだけに求めるんじゃなくてパワーが出ないで出すためにってなった時に前別の動画で紹介させていただいたこのパワーポジションしっかりとれてるかな膝じゃなくて今度は股関節をちょっと疑ってみるとここお尻の筋肉一番強いんでここをしっかり使えてるかなとかそっちの方にも目を向けてあげるとより体にかかる 悪い負担を軽減して本来の体の持つ機能を最大限に引き出すような体に対するこのアプローチができるんじゃないかなと思います。わ、はい、かりました。そんな感じでまあ膝の曲げはそれぐらいにしながらという感じやっぱり股関節でね大事なのはここにこう抜けることが大事みたいな感じです。はい、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。